日本埼玉県所沢市花園,園は埼玉県所沢市の町名。現行行政地名は花園1丁目から4丁目。郵便番号359-0047。所沢市内の中央北部、新所沢東地区に所属する。西部新宿線、新所沢駅の北東に位置し、北で所沢新町、東で中洗、井、南で三原町。 南西で、北所沢町、西で、北岩岡と隣接する。面積は、約0.4平方キロメートル。地内は、おおむね住宅地及び、商業地として利用されている。住宅地の地価は、2015年1月1日の工事地価によれば、花園1丁目2430番級の地点で14万3000円、平方メートルとなっている。 かつて1980年代頃までに、パイオニア、所沢事業所や NTT 社宅などを中心に、住宅街としての町が形成され、2000年頃からは、地区南側の県道沿いに駐車場を備えた、スーパーマーケットなどの中規模商業施設が、隣立する現在の町並みとなっていった。2014年現在は、パイオニアの跡地に、マルハン、総科学会所沢平和会館、 住宅が建てられている。一方、地区内には、完成な住宅街の中昭和期から続く、個人商店などが今日でも点在している。花園となった、旧町名は、以下の通り2017年9月30日現在の、世帯数と人口は、以下の通りである。地内に、鉄道は引かれていない。西部新宿線新所沢駅が、最寄り駅であり、 新所沢駅東口より徒歩7分ほどの位置にあたる。市内のバス停名及び運行路線名は以下の通り。私立小中学校に通う場合の学区は以下の通り。ありがとうございます。